フェルナンドがカスティーリア王となった1474年におけるイベリア半島の勢力地図フェルナンド2世はアラゴン王。カスティーリア王としてはフェルナンド5世。カタルーニャ5名ではフェラン2世、アラゴン5名ではフェランド2世。カトリック王と呼ばれ、最初の妻であるカスティーリア女王イサベル1世と共にカトリック領王と呼ばれる。父は アラゴン国王フアン2世、母は2番目の日である、カスティーリャ貴族の娘、フアナ・エンリケスである。イボアニに、ビアナコ、カルロス、イボアネに、ブランカと、ナバラ女王、レオノール、同母妹に、フアナがいる。最初の妻である、カスティーリャ女王イサベルは、トラスタマラケの同族で、また重視に当たる。2番目の妻ジェルメーヌ・ドフォアは、 イボアネ、レオノールの孫で、自身のまた名にあたる。54歳のフア2世と27歳の5歳、フアナ・エンリケスの間に生まれる。フアナにとっては、第一子であった。1461年、フェルナンドが9歳の時に、イボアニ・カルロスが死去し、アラゴンの王太子となる。1468年、父から、シチリア王位を継承し、シチリアをフェルディナンド2世となる。 1469年10月19日にカスティーリャ王女イサベルと結婚する。この婚姻関係の効力として、1474年にイサベルが女王に即位したのに伴い、カスティーリャ共地王フェルナンド5世となった。それまではアラゴン王である父を補佐し、大フランス王国戦に従事していたが、これ以降はイサベルと共に、 カスティーリャ国内の統一、そしてイベリア半島に唯一残ったイスラム教国グラナダ王国との決戦を最優先とする方針を固める。まず、カスティーリャの多い継承問題に介入してきたポルトガル王アフォンソ・五世と戦い勝利した後、カスティーリャ領内の反イサベル派を北から南へ討伐していく。その中途の1479年、フェルナンドは、 ローフの死去に伴い、アラゴン王位を継承し、アラゴン王フェルナンド二世となる。カスティーリャの共同統治者であるフェルナンドが、アラゴンの王位を燃えたことにより、両国は内政面ではそれぞれ独立しているものの、対外的には一体化し、カスティーリャ・アラゴン連合王国、すなわち、スペイン王国が誕生した。1492年1月。 グラナダ王国を滅亡させて、約800年にわたるレコンキスタに終止符を打つ。1496年には、ローマ教皇アレクサンデル6世により、この異業が称えられ、フェルナンドとイサベルは、カトリック両王の称号を授けられることになる。フェルナンド夫妻は、グラナダ戦の後、休む間もなく、王宮をバルセロナへ移し、対フランス戦へ突入した。 翌1493年に和平条約が成立し、フランスはピレネー山脈の北側に撤退した。しかし、この和平が一時的なものであることは容易に予測できたため、他の強国との婚姻政策を取る。新生ローマ皇帝マクシミリアン一世の娘、マルグリットを、長男フアンの日に、同じく皇帝の息子ブルゴーニュ皇フィリップを、次女、フアナの婿に、 また、イングランド王ヘンリー七世の長男、アーサー王大使を四女カタリーナの婿として、スペイン、オーストリアとネーデルラント、イングランドのフランス包囲網を形成した。フランスは1494年からイタリア戦争を開始するが、1504年に締結された条約により、フランスはナポリの王位を放棄し、フェルナンドがナポリ王を兼ねることとなった。 1504年11月にカスティーリャ女王である妻イサベルが死去したため、フェルナンドはカスティーリャ王の地位を失った。カスティーリャ王位は長男フアン、長女イサベル、そして彼らの子らがすでに死去していたため、次女フアナが継承した。フアナは夫フィリップ・ビコや子らと共にフランドルで生活していたため、彼女らがスペインに到着するまでの間、フェルナンドは イサベルの遺言に基づいて、カスティーリアの摂政の地位に就いた。1506年に、フアナがカスティーリアへ帰国し、即位の手続きを終えると、フェルナンドは、カスティーリアから離れ、正常不安定なナポリへ向かった。およそ4ヶ月後、フアナの夫フィリップが薬病で急死した。一説には毒殺とも伝えられ、これ以降、フアナの精神状態は極度に不安定となり、 セームを取れなくなる一方、カスティーリアの貴族らは、権力闘争を始めて、混乱状態に陥る。フェルナンドは急ぎカスティーリアへ戻り、女王、フアナの承諾を得て、再度殺傷となり、セームを代行することになった。その一方でフェルナンドは、新たに、アラゴンの多い継承者が誕生することを期待して、1505年に、 南フランスの貴族フォア家の娘でイボアネナバラ女王レオノールの孫であるジェルメーヌとフォアと再婚した。翌年、待望の男子が出生するが溶接してしまう。1511年10月、フェルナンドは、ローマ教皇ユリウス2世の提唱する対、フランス戦同盟に参加する。その一方で1512年には、ピレネー山脈の西部にあったナバラ王国を占拠して、 カスティーリアへ併合した。その結果、イベリア半島は、スペインとポルトガル王国の2国だけとなった。ナバラオフアン3世と、ジョー・カタリナはフランスへ逃れ、その後も、たびたび領地を奪還しようとして出兵が繰り返されるが、丘陵の一部を取り戻すことができたのは、フェルナンドの死後であった。この部分は、ナバール王国として1593年まで存続し、 その後は事実上、フランスに併合される。フェルナンド2世は、後継者に、不安な女王の長男カルロスを指名して1516年に、亡くなった。フランドルで生まれ育ち、スペイン語を理解できなかった、カルロス王子に対し、その弟である、フェルナンド王子はスペインで生まれ、祖父フェルナンド2世が自分と同じ名前を与えて元に、置いて養育してきたため、 アラゴンの貴族や民衆には弟の方を新国王に迎えたいという思いがあった。また、フェルナンド二世にも自らが育てた王子に自らの国を継がせたいという気持ちがあった。しかし、ハプスブルク家の規定方針に反して弟、フェルナンドを後継者とするならば、スペインとハプスブルクとの戦争は避けられないことは、呪命であった。フェルナンド二世本人は、 カスティーリア・アラゴン両国の正式な後継者として、娘のフアナに期待し、フアナがダメならばと最後まで自分の着信を渇望していたものの、それも叶わなかった。カルロスは、フェルナンド2世の有していた、アラゴンその他の王位を継承するとともに、カスティーリアの王位も母フアナとの共同統治という形で獲得した。これらの王位は、以後も、 形式上は別個のものとして存続するが、実質上は、スペイン王位として一つに統合され、カルロスは、スペイン国王カルロス一世と呼ばれることになる。カルロス一世はさらに1519年には、神聖ローマ皇帝に選出されたため、カール五世とも呼ばれることになる。一方、フェルナンド王子は、フェルディナント一世として、兄、カルロスの在位中に、ローマ王。 対後に神聖ローマ皇帝となり、ハプスブルク家の領土の内オーストリアを継承した。また、婚姻により、ボヘミア・ハンガリーなどを獲得して、ハプスブルク帝国と総称される国家を形成し、オーストリア・ハプスブルク家の祖となった。彼にちなんだ、フェルディナンドの名前は、オーストリア系で受け継がれた。イサベル一世との間に一難四条を設けた。 現在のスペイン王家は、次女フアナと三女、マリアの子孫にあたる。ありがとうございます。